さん、こんにちは。健康の時間です。朝、太陽の光は出てる時に私たち太陽に向いてレンコを持ってきます。担当校の形で自分太陽に向いて呼吸を合わせて吸う時に、この太陽の光、太陽時代はあなたの眉毛の間での天目に入って、吐く時にこの太陽は中脈より下丹念に入って、これを繰り返して7×7、49回長く続いてやったら、自分の下丹田あるいは上丹田はみんな気は充満して、同時に気の強さあるいは自分の体のエネルギーはもう充満できる。同時に目も良くなって、脳もよくすっきりで、全体的な気下がって、高血圧人も実際は下がるできます。だから体、脳の知恵開発、目の視力もみんなよくなるでしょう。ぜひ皆さん試しにやってみてください。